はい、今月も始まりましたトイラジ MC を務める大越智恵と教徳吉高です。よろしくお願いします。なんか今日全然打ち合わせしてないんですけど、うん、大越さんはもみの木からって、うん、教徳さんはトナカイカラーの、そうですね、お洋服で、ね、はい、ソリ引っ張りますせと、そんな気持ちで、はい、はい、迎えております。はい、うん、今年最後、2023年の最後の放送でございます。うん、そうだね、泣いても笑っても最後、うん、悔いのない放送を心がけたいと。そうね。うん、もうですよ、年忘れたい。そうね。あ、そうだ、チョトクさんさ、なんか一足早いサンタさんとか来たの。はい、あ、まあトナカイなんでソリ引っ張りますってことで。そういうことね。あ、なるほどね。後ろにいっぱい積んである、クリスマススペシャルってことで、うん、プランもたんまりと、はい、すごいね。え、それはなんで突如現れたんですか。あの、大掃除道半ばでその放送を迎えてしまった感じなんや。もうできることなら黒い布かなんかをかぶせたかったけど、それはそれで結局違和感は拭えないから、うん、でもいい背景なんじゃないですか。トイラジはブラボだったと思って、うん、なら悪くないやんって。なんかさ、うん、これみんな多分こうずっと後ろのなんかアイテムとかをじっと見ちゃう、うん、でもなんか後ろに何がありますねとか、あれちょっと出して見せてくださいとかなしで僕らが喋りたい話をちゃんと聞いてほしい今日も。それはなしなんだ、うん、まあ多少はいいけどさ、なんかあのそればっかになっちゃうとなんか本題がブレるやん。うん、うん、だからあのあくまで背景としてお楽しみくださいね、うん、じゃあ皆さん多分すごく気になってらっしゃると思うんですけどごめんね、ごめんね、背景ということでね、うん、はい、あのコメントで書く分にはいいけどね、拾えないと思うからさ、あんまり。あれじゃない、なんか年明けはさ、なくなるの、その後ろの積んであるの、しかるべきところに。画角にはいない、部屋にはいるけど。あ、子供たちに配りに行くわけじゃないんだ。いや、そうもない。そうもない。トナカイ、おい、トナカイ。いやいやいや、もう、蝶徳が作りたくて、蝶徳が蝶徳に送ったものたちだったりとかするからね。あ、なるほどね、うん。無駄なものなんて一つもないさ。コツコツ買い揃えたやつなんや。そう、あの今回さ、その、うん、しまってるところから出して、うん、で一旦この後ろの机の上にね避難させたんだけど、うん、もうなんかね、うん、これもいいじゃん、これもいいじゃんみたいなものしかなくてびっくりした。そりゃそうだよね、自分が欲しくてさ、買ってるやつだからさ。やばいやばい、全部好きだと思って。うん。そっか。うん。そうなんだよ。でしかもこれだけ積んでても。別に他が全部すっきりしたわけじゃないっていうね、うん、全部でこれじゃないっていう、放送が肯定してない大掃除、うん、ごく一部だったっていうのがね、うん、なか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 なわけですけども、はい、うん、皆さんは大掃除進んでらっしゃいますでしょうか ね。そう、大掃除始めたらね、今週お仕事がいっぱいでね、うん、やけに出のお仕事が多くて、うん、連日打ち合わせに次ぐ打ち合わせみたいな感じだったから、うんうん、あのなかなか進まなかったんだけど、うん、でもすごい本格的にやってるから、うん、あの今まで放置してた部屋の一部がどんどん綺麗になってるんで、あの何、ここ数年で結構がっつり移動したりとか、うん、あんまり移動しないで今の状況が固まっちゃってからはその、うん、隙間に積んだりとかさ、あ、なるほどね、詰めるところにさらに積んだりみたいな感じで、うん、もうあの完全入れ替えみたいな感じとかができてなかったから、うん、その床から何から全部綺麗に拭いてるからさ今。おお、だいぶ結構がっつり大掃除されてる。もうカーテンも外してカーテンもすべて洗い、あ、そう、あのつい先日煙を上げて壊れてしまったデスクライトも切り替えて妙に明るい、明るい蝶徳になったでしょ。なんかね、温かみがあるお色になってます、蝶徳さんのお色が、ね、色が血色が良くなりました、うん、はい、うん、そんな感じで、うん、なんかもう大掃除感がすごいですけど、そう ね、あの来年には綺麗になって皆さんとお会いしたいね、うん、なんか来年も同じような感じだったら、うん、どこが違うかみんなまた探しちゃうからさ。
でもね、机をスチールラックに変えようと思うから、うん、もっと綺麗に並んだ形でちょっと奥にズンってなって、うん、壁一面こんなかもしれない、うん、ああでもいいですね、うん、プラモデル、なんかプラモ包装味が出るでしょ、うんうんうん、絵力でね、ね、いいですね、うん、とにかく明るい蝶とかさ、そうだろ、ずっと明るいだろ急に落ち込んで泣いたことがあったか俺が前のライトより15歳若返ってる気がしますねって。ライトはね、うん、ライトに年齢だったんだね。あ、ライトのことなんだ、15歳若返ってる、うん、ライト、いやでも結構長年使ったライトだったからね、本当にお疲れ様っていう気持ちで、ね、うん、はい、今回で何回目、うん、84回目でしたっけ。84回目、やったね。ね、本当に84回目。あ、84だね、すごい、最後の回。そうね、何かもう100がちょっと見えてきてる感じするもんね。そうですね、ね、だから来年の、うん、だから今頃は96 96回目ぐらい、うん、え、いやカウントダウンやん、もう、え、怖い、どうしよう、100回行ったらどうする、やめる100回行ったらどうする、どうする、ご視だけやめる、怖い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 どうしてもやめさせたいみたいな。いやいや、なんか今までの腰だとフラグを立ててなんか自ら引いていこうとするタイプだからさ、ね、100回の記念にって、ね、卒業しますって、なんか私のやることは全部やったんど、ね、やったと思いますみたいな話されて ね違うよって。うわ、こんな悲しい年末配信あるいや、いいじゃん、別に腰本人がやめる気ないんだから言えるんだよこれ。なるほど、うん、いや、そんな気持ちがあったら言えないもん、怖くて。そうだね、ちょっとでも背中を押したらね、もうずいずい進んでいっちゃうんだからあなたは。え、何か記念的なことしてほしいですねって。うーん、100回でね、まあ100回でって言うと少なくとも来年より1年よりちょいだもんね、まだね。うんね、2025年の春くらい、うん、4月5月ぐらい、うん、100回でしょ。100回か、うん、うん、ね、100回って何年って。そりゃあさじ加減だろ。さじ加減なんだ。最低月1回って言って月2回やっちゃってたりとかね。なんかちょっと、うん、多分微妙にずれたりするもんね、きっとね。うんうん、ざっくりざっくり。うん、ね、なんか ね、うん。そうそうそう、なんかね、妙にトイラジがバズってね。うん、なんか本放送やるたんびに。すごい再生数になったらね、僕らもこうおだてられると木に登っちゃうタイプなんで、ほいほい月2回とかになるかもしれないもんね。ね、うん、うん、はい、そんなこんなで、はい、84回目の今回なんですが、うんうん、まずはね、いろいろと、うん、先月から今月放送の日の間にもう大丈夫か、いろいろ大丈夫かいろいろ我々やりましたので、うん、やりました。お知らせを、お知らせのコーナー。コーナー、はい。まずはですね、うん、この1年間、うん、トイラジーほぼほぼ、うん、何もしてなかったじゃないですか。意識はあったんだね。うん、もう忙しすぎて、はい、動画とか全然。うん、あげられてないじゃないですか。まあね、なんか忙しいんです僕たちっていうなんか言い訳とかでかまけてね。ね、本当になんか、うん、仕事ありますアピールをして、いかにトイラジをないがしろにしてきたか、うん、そうですよ、うん、そんな我々はもう月に一遍本放送だけやればいいんでしょみたいな。でもう何ヶ月もさ、うん、その本放送のアーカイブしか上がってないねえじゃない、ね、大して面白くもない本放送をね、毎月やり、ね、ね、毎月毎月その月の告知だけをして、うん、はあ、時間です、じゃあ反省会で、みたいなね。ね。うん、まあ、反省会で笑い取ればええやん、みたいなね。よくないと。うん、もうそんなよくないと、3人車座になって、1人ずつね、右に立ってる人をビンタしましたからね、トイラジ。そうですね。そうですね、うん、首もげるかなっていうぐらいビンタしましたもんね。スタッフのビンタが一番痛かったですそう、はい、でまあね、トイラジ的にはそのね、こう怠慢プレイを取り返すかのように、はい、まあここ年末になって急に人が変わったようにそうそうそう、およそに動画を上げている状況になっていますけどもお気づきいただけてるでしょうか、
皆さん、うん、ね、気づいていただけてるでしょうか、うん、ね、あんなにあんなに毎月1本アーカイブしか上げなかったというラジが、うん、もうね、ここ1ヶ月でアーカイブを入れたら6本動画上がってるんですよ、うん、ね、急に週1じゃなく週1ペースを超え、うん、それまではだってもう過去にバズったアーカイブの再生数で食いつないでいたみたいなところがありましたからね。そうそうそう、ね、ね、もうさ、うん、レーガンだったりさ、レーガンだったりパトエイバーだったり大御所さんの、ね、エアブラシの動画だったりとかがとかなんか何万になりましたって、ね、いつの話やっていう、ね、ありがたいよそりゃね、積んでいっての数字はありがたいけども、うん、新しいの Y じゃない、うんうん、そこのね、うん、その何ちょっとちょっと再生をしていただいてる動画に安心感感じてね、うん、ずっとそれに甘え続けていったわけですよ。そうだね、うん、ね、それがあれですよ、人が変わったように、うん、先月から、ね、本放送、先月の本放送から今日までの間に、うん、本放送のアーカイブ合わせると6本、その前だって結構来てたからね、うん、そうね、うん、それ以外も結構ね、あの それ以前か、そうだからここの、うん、だから2ヶ月間直近10本ぐらいがここ1ヶ月半ぐらいに、そう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 、やればできるんじゃんっていうね、本当、じゃあなぜ他の月もこれぐらいやらなかったんだって言われたらもうごめんしかないけど、うん、頑張るよとしか思えないけど、ね、まあ、とはいえね、うん、やらずに今年が終わるよりは、うん、ちょっと帳尻合わせられてるぜってことで、うん、まあアーカイブ合わせて6本、うん、結構上がってんですよね、いろいろとね、そうですね、うん、先月のだから、今から4週間前ぐらいか、うん、まずあの超徳さん の、うん、あのハンドピースのメンテナンス動画、分解掃除の動画、はい、うん、じゃあ自己責任ね、そう上がりました、うん、だからこれもだから撮ったのはだいぶ前なんですよね、そうね、機材を撮ってたのはだいぶ前なんですけど、うん、もろもろ準備をしてこのタイプ、あのちゃんと確認を取ったりとかね、うん、するのがトイラジですからね、そうですね、一応関係各所にご相談して、そうそうそう、こんなのやろうと思ってますけど大丈夫ですかはちゃんとね、うんうん、筋を通した上でですけども、もうさ、ハンドピース洗って汚れがドバーって出るのが楽しかったんよ自己責任だけど、こんなツズル出てて、ね、こうするとこんなん取れちゃうんだよって、うん、あの本当自己責任だけど、うん、もしかしたらうちのもと思ってやってみたい方はなんかきっかけにしてねみたいなぐらい攻めた動画がやりたかったんじゃ、うん、うん、ね、そしてですね、うん、またあの聖徳さんがですね、うん、あの人が変わったように、うん、この、なぎなた形状のダイヤモンドヤスリ、はい、うん、ダイヤフィニッシュプロ、うん、はい、ダイヤモンドトリューですよ、はい、うん、こちらメーカーさんはアルゴファイルさんですね、アルゴファイルさん、うん、はい、聖徳さんとズブズブの関係のアルゴファイルさん、ね、もっとズブズブでもいいと思ってます、あ、そうですか、はい、でアルティマ AT から、うん、アルティマ5もですし、アルティマ5もですね、ですね、うん、でそれから、ラップボード5、うん、はい、ここの4週間には入ってないんですけど、うん、あのソニックウォッシャーもね、あ、ソニックウォッシャーもね、うん、そうね、そうですね、はい、そのアルゴファイルさん、はい、いつもお世話になってるアルゴファイルさんも、どれだけお世話になってるかっていうと、うん、毎年年末にカレンダーをもらってますそれは結構な、ね、うん、良好な関係を築いてらっしゃる、はい、年末に段ボールの筒が届きますからね、あら、いいことじゃないですか、ね、カレンダー、カレンダーはどういう写真なんですか、全部あのツール系の写真なんですか、いや、なんかそんななんか変わったやつではなく、ちゃんと使いやすい、あ、しっかりしたカレンダー、はい、ね、そしてあの大越さんも、うん、あっちこっち行きまして、あ、そうね、なんかフットワーク軽い感じでね、あちこちの動画、うん、機動力でしたね、そうですね、本当はね、うん、今年本当にあちこち行ってたんですけど、うん、なかなかこのイベントでその動画を撮れる環境というか、うんうんうん、時間がなかなかなかったりとか、うん、とあのそもそも
主催の皆さんだったりとか、あとお客様に確認を取って公開しないといけないので、うん、そうね、うん、そうなので今回、公開できた宮城県 の、 公民館プラモ展示会が、うん、主催者様が来場者の皆様とかにも許可を取ってくださって、うん、公開できたっていうことなので、うん、そう、そしてもうその次にはですね、うん、ローガンズ展2023レポートが上がっております、ね、うん、はい、でこちらもですね、ローガンズさんに、撮影の許可いただきまして、うんうん、なんと石坂浩二さんのコメントもねいただいて、ね、トイラジをご覧の皆さんに向けて、ね、ありがたい、いただいて、はい、ね、石坂さんもだし森木さんも出ていただきましたからね。あ、そうそうね、うん、ちょっと若干ジェラシーだったのが、うん、吉本プラモデルームの皆さんがその場にいない超徳さんの名前を連呼されてたのが愛されてるなと思って、うん、目の前に大越しがいるのに、うん、なんかちょちゃん見てるって、もう動画見ながら見てるって言ったもん。初日は、うん、アーマーモデリング編集長の佐藤美奈美さんの読書を展示されまして、はいはい、うん、その次の日、日曜日に吉本プラモデル部の鉄道部長が読書を得られてたので、うん、いやなんかさ、うん、やっぱ行かなきゃダメだなって思った、うんうん、そうね、超徳さんもいらっしゃったらね、うん、すごくいい、なんか、ね、ちょうどスケジュール的に行ける行けないの狭間とかなんだよね、ああいう時って、ね、ああね、うん、でもわかんない、無理したらいけたんだろうなって思うから、うんうん、なんか行った方が良かったんだろうなと思うけど、うん、根っからのデブ賞だからこんなこと言いながらまた来年もこもっちゃうんだろうなって思うんで、うん、そうだね、そうだね、うん、うん、あんたそういう人だよ、そうなんだよ、お家が好きなんだ、あんたそういう人だよ、あとうちからどこも遠いのよ、うん、さくらとかでやってくださいみんな。そしたら行きます、さくらまでなら喜んで行きます。なんだっけ、さくらとか、しすいとか、あ、そう、酒、ね、酒いいでしょ、うん、しすいね、うん、しすい、アウトレットパークがあるとこ、アウトレットパークはね、車じゃなきゃ行きづらいんで、うん、行けないんだ、はい、京成しすい駅とかの最寄りでやっていただければ、うん、はい、JR だったら千葉駅とかまでだったら全然一本で行きますんで、あ、なるほど、はい、そこら辺で、意外と千葉近辺ないのよね、そういうイベントね、ね、ないから本当に、うん、あれですね、幕張メッセも超徳さん家からすぐ近くなんじゃないかと思って、うん、うっかり呼び出してしまったら、そうね、めちゃくちゃ遠かったっていうね、うん、ごめんやでってなりますよね、だってもう最近ないけどさ、トイラジチームでロケ行って俺毎回最後に家着くの悲しいもん、そうだね、うん、みんなそこそこね、帰宅しましたみたいな報告がね、うん、みんなスタッフと募集は結構早いタイミングでさ、うん、なんか着きましたお疲れ様でしたって来るんだけど、うん、それ見てる俺が今から京成に乗り換えようとしてるって何って思ってるもん。ね、なんか本当もうなんか千葉でいろんなことが起こったらいいな、うん、うん、そうね、そう、千葉県で展示会をすると超徳がフラッと行くかもしれませんよ、ね、そしてですね、うん、昨日、はい、昨日でしたっけ、うん、にまた新しい動画が公開になりました。そうだよ、うん、はい、パキッとカラーピース054のご紹介動画、うん、ちょうどですね、うん、2日前ぐらいかな、うん、にメーカー様から出荷となりましたので、流通の関係でちょこっとタイムラグがある地域もあるんですけど、早いところだと多分今週末ぐらいかな、おもう店頭に並んでる、うんうんうん、並べていただけてるショップさんもあるのではという感じですね。だいたい25日前後、今、うん、ショップさんに並べていただけるんじゃないかっていうことをメーカーさんがおっしゃっていたので、うんうんうん、はい、もしかしたら週明けのところもあるかもなんですが、とりあえずメーカー様からは出荷済みという状況ですので、うん、はい、発売ということで、動画を公開させていただきました、うんうん、でその動画なんですけど、うん、プラモ工場委員会様のオフィスにお邪魔させていただきまして、そうだったね、うん、とメーカーのご担当者様と一緒にご紹介させていただいたんですよ、うん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 、なのでなかなか
あの、ね、届いたものを私が紹介するっていういつもの動画とまたちょっとスタンスが違う動画になっているので、うんうんうん、もしよろしければそちらもご覧いただければと思います、うん、はい、ということで、先月から今月にいろいろ動画が上がったよという、うん、上がったね、うん、上がったね、上がったし、まだまだあるからね、まだまだあるの、まだまだ仕込んでいるからね、トイラジはね。そうなの、うん、来年はもう本当にスタッフがヒーヒー言うぐらい素材を作ってやろうと思ってるからね。おお、なるほど、うん、ね、お二人素材ないですかって言われないように。あれまだあの、あれも繋いだみたいな、ついていこうと思ってね。わ、心強い、頼もしいですね。あ、もう頑張っていこう、うん、せっかくここまで来たんだからね、やっぱね、はい、中だるんじゃいられないからね、うちらもね。そうですね、はい、ね、はい、まずはそのトイラジの動画がね、うん、人が変わったように公開されていることをね、うん、たくさんがぜひ言ってほしいということだったので、ね、はい、ね、ざっくりそれぞれにね、はい、結構見ていただけてますし、はい、お願いしますと。まだね、うん、ご覧になられてない方はぜひこの週末に見ていただけたら嬉しいです、うん、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします、うん、え、そして、我々 MC2 人のここ1ヶ月ぐらいの近況報告、うん、あ、はい、うん、はい、まずどうしよう。じゃあなんかさっき動画の話題も、ね、そうだよね、見たので、うん、はい、ご知らせの方から、はい、ご知らせ、プラム工場委員会様とのコラボアイテム第2弾、はいはい、カラーピース054が、うん、発売となりました。おー、はい、ありがとうございます。色がホワイトとブラック、うん、はい、の2色出てます。これね、バインダーがついてる、で、バインダーなしバージョン2色出てます。で、はい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 、まずスタートでバインダー付きを買っていただいて、あの、うん、黒も欲しいな、白も欲しいなっていう場合は追加で販売でもどこに、うん、で、詳しい商品説明は、あの、うん、昨日公開した動画でお話しさせていただいておりますので、うん、ぜひ、あの、お手に取っていただければと思います、うん、はい、そしてですね、私、先月ね、あの、フレームアームズガールの教科書の J1 版が出版されたんですけど、はいはいはい、なんとですね、フレームアームズガール塗装の教科書の台湾版も、うん、出版、無事に刊行されました。はい、いいですね、この漢字の、うん、漢字の表紙ね、すごい海を越えてる感がね、ね、うん、そう、実はあのバンプラドイスケ、ボケージャパンさんが、うん、翻訳本が何冊か出てるんですけど、うんうんうん、あの、それに続く、ね、あの、2冊目3冊目の翻訳本ということで、うん、嬉しいですね、素晴らしい、うん、ね、まあ、いろいろとイベントもあの行かせていただいたりとか、うん、あと1月1日、ね、いろいろ移動があるので、うん、頑張らないとなと思っているんですが、あの、まだね、ちょっとお知らせできるかどうかがわからないタイミングなので、うん、決まったらいろいろお知らせが出ると思います。はい。うん、はい、じゃあ、超徳さん、ここ1ヶ月。はい。はい。ここ1ヶ月ね、なんかね、妙にあちこち行ったんですよ、僕も。おお、あちこち、うん。あちこち打ち合わせであったりとか、うん、なんかいろんな、うん、まあ、今後につながるかなっていうことが。いろいろあったんですけども、うん、まあ、うん、あの、発表できるものとしては、まあ、ほやほやのところで、はい、はい、外科モデラートさん、はい、はい、2024年2月号になるんだね、はい、うん、こちらも出たばっかですけども、はい、こちらの本の中でですね、うん、海上自衛隊自衛艦キットレビュー冬の陣ってことで、うん、はい、タミヤさんの700分の1の最上、うん、お、発売されたばっかりのやつなんですけども、うん、それをね、一度に2隻作りました。作例で2隻、うん、それはその作り方が違ったりとかするんですか？そう、タミヤさんのキットね、デカールが付属してて、うん、あの、甲板のデカールとかをそのデカールで貼るか塗装するかみたいな選択式なんですよ、うん、お、はいはいはい、だからデカールでベトーンと貼って作るパターンと、うん、あの、デカールもね、あの、床の色と一緒に印刷してるやつとその柄だけのやつがあったりするんで、うん、塗装を塗り分けて柄の方のデカール貼って仕上げる、まあ、従来パターンみたいなのを2パターンで
作るってことで2隻、はい、作って、はい、作例やってます。久しぶりに船の作例、まあ、アートさんではね山城やったりとかしてますけど、うんうん、なんかあの通常の船作例って感じでね、あのキットレビューに近い作例、そうね、エッチングパーツ、うん、社外品使ったりとかじゃなくて、うん、もうあのキットの状況を2パターン楽しむっていう感じで、うん、そう、なんかね、アンテナのとこだけプラスちょっと改造するぐらいの感じで、ほぼほぼストレート、うん、へえ、面白いキットでした。あの組み方から何から、もう、うん、制作文とかも、うん、あの掲載されてるんですよね。あ、もちろんもちろん、結構ね、うん、あの今回新しいキットなんで、うん、あのこんな風に組めますよみたいな途中写真をいっぱい撮ったんですよ、うんうん、でそういうねパーツ写真とか比較もいっぱい載ってるんで、あのこれからタミヤのモガミ作る方とかはぜひ本を片手に作っていただけると、はい、いいんではないかと、はい、いう感じで、コメントでもモガミ型は複数並べたいですよね、そうなんですよね、いただいてます、うん、モデルアート買ってきました、はい、しかもねちょっと今回は作例のモガミだけじゃないです実は、え、この特集のね一番下、ここね下なんだけど、なんとねモデリウム音響測定管響き、作例が掲載されてます。え、それは何、超徳さんの作例、僕が作ったんじゃなくて、え、あ、そうなんだ、違うライターさんが作られた作例が、うん、作られた作例が、ほうほうほう、雑誌作例が掲載していただけるメーカーになってまいりました。あ、素晴らしい、それは嬉しいね、表紙にメーカー名載るの嬉しいねやっぱね、うん、うん、へー、すごい、そう、だからなんかいろんな意味でメモリアルな、そうなんですよ、自分が作例、他のメーカーさんのやってて自社製品は他の人に作ってもらえるっていう一番いいパターン、うんうん、うん、あ、すごい、はい、いいことです、ぜひぜひ、これ発売されたばっかりなんで、うん、ぜひともね、はい、はあ、よろしくお願いします、はい、はい、そしてまあ、2冊目、うん、今月発表できるお仕事こちらですね。おー、すごい。はい、HJ メカニクスの18、地球連邦軍 V 作戦ということで、はい、まあ、ちょっと前にあれですね、ジオン軍の、うん、ジオン脅威のメカニズムの、まあ、はい、続編というか、うん、対になる企画なんですけども、はい、今回ジオラマじゃないのにね、このね MG のガンダムバージョン 2.0 作例やらせていただきました。すごい、表紙、そうですよね、年末滑り込みでまた表紙に載っけていただきました。あのジオンの時も表紙、ジオンの時はザクのジオラマで、ね、表紙ですね、はい、表紙だったんで、今回はね対になる号も表紙で、すごい、連邦もジオンも表紙やでと、うん、うん、そうなんですよ、すごい、でもなんかね結構大変だった、あの、あ、そう、表紙で今回そのガンダムチームとしてそのガンダム、ガンキャノン、ガンタンクでホワイトベースもっていう、うん、この構図になるっぽいのは初めから結構あの、うん、編集長さんから木村さんから教えてもらってて、うん、だからあのキットは何使われたんですか。ね、僕の MG のバージョン 2.0、 あ、 2.0、 そう、はいはいはい、アニメに一番近い、うんうんうん、だからね逆にあの他の方の作例と並んだ時に、うん、なんか変にいじりすぎると浮いちゃうじゃない。うん、でアニメ版だから極力その線を少なめにした方がいいなと思ったから、うん、はいはい、なんか色にこだわったり汚しにこだわったりとかしてっていうんで、ちょっとなんかプチ縛りプレイな感じだったけど、うん、いや 2.0 やっぱいいね、あのすごいアニメっぽくね、ボディも水色に近い感じにしたりとか、ちょっと色塗りで色々やってます、うん、素晴らしい、はい、しかもあのフレームが一緒だからっていうんでね、あの 2.0 のジムもやらせてもらってます。あ、なるほどね、そう、え、2作例載ってるってこと。あ、そう、2作例やりました今回、2機同時で、そう、量産機好きだから、だったらジムもって言ってやらせてもらっちゃって、あ、え、今年って何、うん、作例何本ぐらいやられたんですか。でも30ミニッツ結構やってるから、うん、だからガンプラだけで言ったら、まあ、ザック3機作ったでしょディオラマで、うん、で今回2機作ったでしょ、うん、で途中であのジョニー・ライデンのゲルググ作ってるから MG だけで6体作ってるんだよね。すごい。そうで、それにプラス30ミニッツ4体ぐらいでかいの合わせて作ってるし、でアートさんで山城やったりとか、今回のモガミやったりとかで船を 3,4 隻やってるから、うん、まあ、そこそこなんか結果的に数やったなって感じで、毎月1本ぐらいのペースで、あ、そうね、毎月1本以上か、うん、1本以上は作ってる感じでやらせてもらいました、うん。あれ、サーバインでしたっけ。
ビルバインか。ビルバインも今年？そうだね。掲載が、そうだね。収めたのは今年入ってすぐだもんね。1月とかだったから、1月か。だったから、今年の。うん。すごいね。そうね。だからまあ、でもいろいろやったからこそなんかね、すごい今私は課題にぶつかっているよ。なんか来年はもっと頑張って、もっとなんかやりたいことが増えたというか。なんかまだまだ超徳伸び盛りですっていう感じ。成長してんね。成長してる。もう全身成長痛。本当にもうギシギシじゃんから。ギシギシなのよ。まあおかげさまでなんかね、年末に2冊またやらせていただいて。ね、すごい、あのモデルアート買いましたとか HG メカニクス買いましたって書いてあって、ありがたい。買いましたいっぱい書いてある、いいなって思ったんですけど。ね、私の商品あれでした、出たばっかりでまだ買うには早いし、一つあの台湾翻訳版なので、そうだよね、さすがに買いましたはちょっと難しいかな。台湾の方からじゃなきゃ来ないもんね。ねえ、そうそうそう、来たらいいな、買いましたって言ってもらえたら嬉しい。そっか、でもあの出荷情報で言ったらモデリウムも新製品あのちょうど出てるんで。はい、え、何ですか？700分の1の民間タグボートと、700分の1の、日本海軍の二式水上戦闘機、まあ、あの昨日ちょっと打ち合わせとかがてら、お店ちょっと回ったら、あの入ってすぐのが積んである場所あるじゃないですか、よくいろんなメーカーさんの、あそこにちょんちょんってあったから、あ、ちゃんと入ってるって、積んであるとこ、はい、あのなんで、え、メーカーさんからの出荷はもうされてて、あ、もちろんもちろん並んでる、そうですね、店頭にあるの確認できたんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。これさ、店頭に並んでるのを見るってやっぱ特別ですよね。そうね、安心する、あ、よかった、ちゃんと入ってるんだと思う、そうね、そうね、そう、まああの結構ね、あの話題にもなってる、あの開示のロービジデカール、看板号官名のロービジデカールももうね、案内開始してるんで、お、あの来年の1月、まあ、中旬後半ぐらいには出荷できる形で。すごいですね、あの全日本ホビーショー以降、なんかコンスタントに新商品もリリースされてて、ね、製品の発売でいうと、今年の静岡ホビーショー以降毎月2製品ずつぐらい出してる、すごい、まあでもね、今まで発表ばっかだったからね、うちね、なかなか発売に至らないメーカーとして、あのみんなに我慢してもらってるメーカーだったんで、あの、その期間が長かった多分、商品がすごく良い状態でリリースされるっていうね。そう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 、まあ、そこまで来たから、もうだったらちゃんと出して手に取ってもらおうっていうんでね、3D プリンターの技術も上がりみたいな。そうね、多分今後もね、数年単位で良くなるんで、まあそれをね、あの活かしながら頑張っていこうね。発表時にできなかったことが発売時にはもうできるようになってたりとか ね、そうね、結構ありますね。ヒピキなんて発売時だったら結構細切れで大変だったはずだけど、結構パーツ数減らして組みやすくもなりましたし、まあ、そこら辺はね、今後も良くなっていくと思うんで、ぜひぜひね、ぜひあの年越しプランとかね、あの何作ろうかなって思ってる方は、モデリウムさんのアイテム、手にしていただけたら嬉しいですよ ね、タミヤのモガミにうちの新しい方のタグボードつけたりとかしてもね、楽しいですから、なるほどね、それも面白いですね、あ、ロービジデカール2セット予約してきました、ありがとうございます、多分一生持ちます、ありがとうございます。え、ロービジデカールってどういうものに使えるとかありました、ね、海上自衛隊の船だったらほぼ全部に使えます。なんだっけ、モガミとかモガミ型もだし、そうなんですね、はい、コンゴ、アタゴとか、イージス艦にも使えるし、あの基本的に戦闘艦は全部ロービジ化なんですよ。へ、あの南極観測船とか、あとはあの海外からのお客様を接待するお船だったりとか、その補助的な船は、白文字影付きのままなんだけど、それ以外の船は基本的にロービジになってて、で煙突のトップの黒い帯もなくなっててみたいな感じで、あの規則がね、ガラッと変更になったんですよ。へ、じゃあ、もともとその、このロービジデカールが使える船を持ってる人も、その貼ろうと思ったらロービジデカール、新しい仕様に変更できるってこと？そう、だからキットはあるけれども、ロービジになるデカールがないで困ってるキットを全部ロービジ化できるんですよ。おお、なんという、だからもうメーカーさんとか関係なしに、あの特に同じその
紙のデカール使ってもらえれば発色も全部同じだから、うん、あのどのメーカーも作っても同じような発色する看板号で貼れるんで、ああなるほどね、そう、まあ、作る側からすると統一感があっていいんじゃないかなと思って。すごいね、モデラーのあったらいいなが形になってる感じね、うん、まあ、苦労したけどね調整ね、もうデカールの製造の方の、まあ、メーカーさんにもすごい無理を言って、あの何でしたっけ、透過率が高いホワイトデカールでしたっけ。そうクリアホワイトなんで、うん、あそうコメントでいただいているトイラジコさんもちょい進展があったようです、うん、あそうね、うん、ゆうわさんのアカウントでね、うん、告知されてましたけども、ね、そうだいぶただ発売時期は未定なんですが、うん、あのだいぶなんか全貌が、うんね、あらわになってきたというか、ね、うんうん、あれびっくりしましたよ、唇とほくろは別パーツなんですよね。ね、ね、やっぱね、ぷっくり唇とセクシーほくろがちゃんとね、うん、ほくろは別に良くない、うん、シールで。いやいや、何を、よくあなた原作者の前でそんなことが言えるね。あなたそんな普段そんな失礼なこと言わない人でしょ。だってほくろさ、なんかもうちょんってなんかちょんって書けば、マッキーとかでちょんって書けばいい、良くない。あ、いや、ご主人にもほくろ書いてやろうか。ええ、なんかあのすごいこだわって作ってくださって、いや本当ねありがたいね、なんか本当、びっくりしちゃった、ほくろ別パーツなんですか、うん、花形なんて掘っちゃって大丈夫なんですかとしか思ってないもんね。本当にあの、うん、いつだったかな、タミヤフェアの時か、うんうんうん、にブースにお伺いして、あの、うん、ランナーのその仮の状態の、うん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 、あの配置のイラストとか展示されてたので、はいはい、うん、パネル拝見させていただいたんですけど、これほくろって別パーツなんですかって聞いたら、あはい、あのスタジオ優和史上一番小さなレースのパーツになりますって言われて、と思って、そんな大丈夫なんですかみたいな。ね、ほくろですよ、ほくろですね。 あとロービジデカールはね、旧海軍には、まあ、使えないは使えないですね、あのオリジナル設定でロービジで貼りたいっていうんだったら貼っても別に構わないですけど、一応まあ、うん、あのそこには適合しない形になってますね、うん、まあ、元からフォントが開示の看板号のフォントなんで、うん、まあ、字面から違うのでそこはあれですね、うん、ほくろの位置がずれないのはありがたい。だったよね、大事だよね本当にね。あそう、うん、まああのいろいろとスタジオユーワさんのね、うん、あの X、Twitter とかチェックしていただけると、うん、いろんな情報をね、うん、公開してくださると思いますので、うん、そちらもぜひお楽しみに、ね、チェックしてみてください、ね、はい、うん、はい、どうしましょう、次は何のお知らせをしましょうか。そうね、あのスケモ祭りの決まってるところのお話を、はい、ね、スケモ祭り続報を、はい、まずはおしゃべりしましょうかね、うん、はい、うん、スケモ祭りは、うんうん、今作品を一つ一つチェック中、うん、作品チェックしながら、はい、まあ、場合によってはあのちょっとレギュレーションと違ったりとか、うん、あと送られてきてるの写真と文字が違ったりとか、なんかいろいろあったりとかしたら、うん、こちらからあの、うん、投稿者の方に、ね、うん、メールして、まあご連絡差し上げるっていうターンで、はい、で、まあ、これが整理して終わると、ブロマガを公開準備していって、ね、ブロマがアップされたら、はい、投稿者の方は自分のものがあるかどうかを確認してもらって、間違いがないか、はい、抜けがないかっていうののターンに入りますね。そうですね、うん、はい、そして、うん、来年からかな、うん、来年、そのブロマがの編集がすべて終わった段階で、うん、一日何十作品とか何作品で決めて、うん、順次公開をしていくという流れになりますね、うんうんうん、そうですね、ブロマガの公開はだいたいいつぐらいとかっていうのは言えるのかな。はい、来年の1月1日元旦から公開予定ということです。元旦からはトイラジスタッフの皆さんが、うん、お正月休み返上して、返上して公開をするという、すごいね、ね、覚悟の、ね、ね、なんか
まあ、よっぽどトラブったりとかしたら1日ずれちゃったりとかするかもしれないけども、うん、今のところそういうふうにできるように動いてますっていう話ですよ、はい、これね、うん、である程度そのまとまった作品数を、うん、1日にずつ上げていって、うんうん、だいたいまあ何日ぐらいかな、10日弱ぐらいかな、うん、で上げ終わるので、うん、その公開がすべて終わった段階で、うん、トイラジの X、Twitter などなどで、うん、全作品の公開ができましたよっていうお知らせをします、うん、でそのタイミングで、投稿したのに作品が公開されてないよっていう方はご連絡をいただいて、うん、で対応をさせていただければと思います。うん、そしてその後に、動画で全作品の、うん、写真ですね、うん、ブロマガには1枚しか掲載できないので、うん、トイラジのスケモ祭りは7枚でしたね、最高、うん、写真が添付できるので、ね、その7枚すべてを動画で、うん、お見せするっていう流れになります、うん、はい。でその動画の公開がすべて終わった段階で本放送を予定しております、うん、お披露目がね、はい、あ、本放送じゃない、お披露目配信ですね、はい、はい、スケモ祭りのお披露目配信を予定しております、うん、どうします、日程とかってもう言っちゃっていいの、うん、お披露目配信、うん、いいんじゃないですか、大丈夫ですかね、うん、はい、スケールモデル祭り2023のお披露目配信の日程が、うん、今のところ2024年1月の27日、ね、土曜日を予定しております、うん、はい、もしかしたら突発的ないろいろな、ね、事情で、うん、前後する可能性はゼロではないんですが、ね、お腹痛い痛いで28になったりとかね、うん、するかもしれませんけど、まあ、何かあった時はちゃんと、はい、トイラジの公式ツイッター、まあ、X で事前にお知らせします。はい、2024年の1月27日、うん、そうね、はい、きっと今スタッフさんが運営コメントで、うん、書いてくださってるはず、うん、なんで、まあ、まあ、月の中頃にモコンがあって、そう、ね、そうなんですよ、そう、今年ね、うん、あ、来年か、来年ね、そう、うん、そう、いつも12月の今ぐらいの時期、うん、そうね、だってもうほんとクリスマスとかね、うん、な時期に多かったもんね、うんうん、だったモコンが1月の、13、14、うん、ね、に配信されますので、うん、スケモ祭りはその後ぐらいがいいねって言ってスケジュール調整いたしました、ね、うん、はい、キンキンすぎてもなんか頭切り替わらないし、まあ、ちょうどいい具合に空いたんじゃないかなと思うんで、うん、はい、うん、はい、そういう日程に、ね、うん、あ、出ましたね、 ありがとうございます、はい、ゲールモデル祭りが、2024年1月27日の土曜日、うん、YouTube の、うん、YouTube ライブにて配信予定でございます、うん、はい、感じですね、はい、うん、まあ、今回も着々と進んできている感じですけども、はい、うん、まあ、またあれかね、細かい時間とかは、うん、近くなってきたら改めてって感じですかね、うん、うん、とりあえず、あの日程だけね先にお知らせしておいた方が、ね、エントリーしてくださった皆さんはね調整しやすいかな、うん、そうね、うん、うん、まあ、今回も、前回に引き続き選抜方式で、まあ、1日にギュッと凝縮してお披露目しますよって形でやらせていただきます。はい、うん、はい、うん、まあ、今年もね、まあ、なんか少なかったらどうしようかななんてよく言うじゃないですか、うん、だけどまあまあ来ていただいてたくさんね、なんで、まあ、うん、今年もねしっかり選んで選抜方式でがっつりおしゃべりさせていただきます。はい、うん、うん、あの、はい、僕はモコン行くつもりです。はい、はい、一応今のところはあのお声掛けいただいている状況です。審査員としてはい、うんうん、関わらせていただきます。はい、ただあのちょっとですね、そのモコンの、うん、方が後から決まっちゃったので先にちょっとスケジュールがちょっと私入っちゃってて、うん、はいはいはい、あのフルで参加はちょっと今できない状況なので、うんうんうん、なるべくあのいられるように頑張って調整します、うん、はい、
ぱね、僕の方は奥義やらせてもらってるんで、まあ、極力今回も張り付きで参加できるように調整してますです。ね、うん、あのそう決まる前にちょっともうスケジュール入っちゃってたところなので、うんうんうん、そうなんです。どうしてもそこは動かせないので、うん、もしかしたら途中からとか途中までになっちゃうかもしれないんですけど、うん、可能な限り参加させていただいて、もちろんね審査は、うん、制作品チェックさせていただきます。そうですね、はい。うん、スケールモデル祭りの応募数は公表されてたっけ？だいたい150作品以上ということで、うん、はい、うんうん、お知らせをしております。うん、今ちょっとね、その、そうなんだよね、そう、提出数と多分その応募数変わるんですよね、うん、レギュレーション的にちょっと違ったりとか、そうですね、なんかその作者の方でやり取りしてる上で、うん、まあ、じゃあやっぱり今回はいいですみたいなパターンもあったりもするんで、うん、まあ、一応あの、うん、お披露目前にブロマが全部上げ終わって確定って感じかな、数はね。だからまあ今だとざっくり150前後みたいな感じになるのかな。150以上かな。5A はでは大丈夫か。うん、うん、は大丈夫だって感じですね。はい、はい、うん、どうかな、スケモ祭りに関してなんか質問があればコメントいただければって感じですけども、はい、まあ、なければ YouTube ライブのアーカイブは残りますので、残す予定ですので、うん、もちろん後日ライブでご覧いただけないよっていう方も、うん、ぜひアーカイブでね、そうですね、見ていただければと思います、うん、はい、うん、なんかもういよいよですよ、なんかね、いろんなことが年またぎで押し寄せてくる感じの、そうなんですよ、1月もなんやかんやでバッタバタな予感なんですよ、ね、本当に。だから三が日とかはぐーたらした方がいいのよ。そうね、うん、ちょっと今年はちょっとあのなんかね、あの本当にあのお知らせの大渋滞が起きてまして、そうね、お知らせごとの大渋滞なんです今。特にね、大越さんもそうだけど、いざ1月走り出したら結局年末まで走り続けるでしょ、どうせ来年も。そう、多分ね、うん、だから意識的にね、休息は必要だよ、本当に、うんうん、あの今年のうちに今年やったことの報告とかもいろいろレポートしたいじゃないですか。あ、そうね、うん、ホームページに反映したりとかっていうのをやりたいんですけど、今もお知らせの大渋滞を起こしてまして一個一個処理していくので、ちょっと皆さんちょっと時間ください、うん、年末年始ちょっと頑張ってそのお知らせごととかをちょっとね、うん、お知らせできたらいいなっていう、はい、今溜まっている、ね、頑張りますね、年末年始も頑張りますよ、うん、はい。まあ、とりあえずスケオ祭りはそんな感じで、はい、進んでますっていうのと、応募された方はね、さっきもコメントでなんか頭から抜けてたって言ってたけど、あのもしブロマガに掲載されずに抜けていて、お披露目で出てなくて抜けてたら多分お互い寂しいんで、はい、チェックお願いしますってことで、まあそんなスケジュール感でね、皆さんにもご協力いただいて、ね、ダブルチェックで、ね、お願いします、進めていけたらいいなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。はい、はい、まあ、そこら辺の質問まだある方はちょっと話題移ってもコメントいただければね、まあ、軽く拾えるとは思うんで、うん、そんな感じでお願いしますということで、はい、続いての話題に行きましょうか。はい、ね、なんか年末の配信なのになんか怒涛の話題転換だけどね、なんかさ、うん、今年2023振り返りとかまったりすんのかなと思ってたら、うん、言わなきゃならないこと目白押しで、うん、でもなんか面白い放送にしたいからいっぱいボケたりとかくだらない話がしたいじゃん。うん、どうする、なんか挟む、あ、なんか、あ、なんかあります、大越さん、超徳の爆笑トークを挟んだりします。ふざけんなよ。大越智恵の悲しい話とかしてもいいんですよ。滑らない話、ね、いきますか。いきますか。いいっすよ。の話題。うん。まあ曖昧までなんか思い出したら話すんで僕も。うん。うん。というかあれですよ。だからあの、うん、大事な話があるのよ。ああ、はい、そうですね。そうなの。大事な話があるんです。実はこういう味的にはすごく大事な話なんだよね、うん、次も。そうなんですよ。うん、でまあこういう味。あの最終回とかじゃないよ。最終回とかじゃないですよ。大丈夫ですよ。最終回じゃなくてね、そうだよね、大越さんが100回になったらやめるとかの話じゃないもんね、うん、じゃない、じゃない、うん、全然じゃない、あの祭りの予定発表してから
実はその休みを最後に、ね、祭りを最後にみたいなさ違うことじゃないよね、うん、じゃないじゃない、なんかあの私大御所辞めますけどこれからもスケボ祭りの時はゲストとしては出ますんでみたいな話じゃないよね。そう、大御所のことは嫌いになっても、ね、トイラジは嫌いにならないでください。新メンバー入れるほど僕らの心も開いてないんで、新しいメンバーを入れる、開いてなかったとびっくりしちゃった。開いて、いや応募したってきついです絶対、審査がなんかこれまで私たちが頑張ってきたトイラジの空気とか変わっちゃうんだったら嫌ですみたいな、そう簡単になんかそう簡単に新しい子を入れるのは違うと思いますみたいな、ないかい。そんなことはないと思うよ。そうかい、僕はだいぶそういうとこあるぞ。あ、そう、うん、意外にナイーブね。そう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 、あの封鎖的だから。あ、そう、うん、そうそう、なんか自分が種をまき耕した土地をこう置いてると誰にも渡すもんか、土足で踏み入れてくる人に対して。はあ、まあ、まだまだこれからですけどね、トイラジもね、そんな言うてる場合じゃないんですけども、はい、うん、大事なお話とは何でしょう。まあ、今ねニコ生で皆さんご覧いただいてると思うんですけども、はい、来年からトイラジ本放送が、YouTube ライブに移行します。はい、うん、うん、まあ前々からそのいろいろねどうしようかなって、その、うん、今のところ2本柱みたいになってたじゃないですか、うん、あのイベントごとに関しては YouTube ライブにとかなんかじわじわと移行している感はあったんですけども、はい、うん、やっぱりトイラジの YouTube チャンネルもありがたいことにここ数年で人数も増えてきて、うん、でやっぱそこでしっかりとこう軸足を YouTube に置いてちゃんとやろうというふうに、うん、はい、まあトイラジチームの中で相談して決まりまして、うん、もうね、うん、かなり長い間議論をずっとしてたんですよね。だいぶね、うんうん、まだ早いんじゃないかとか、うん、どうするんかとかね、いうので、うん、あ、もうコメントも来てるけど、ね、だいぶちゃんと言うからね、はい、はい、うん、うん、ってことで、月1の本放送が YouTube ライブになります。まずそれが1点です、はい、で、YouTube ライブなので、枠を2つ取って本放送は通常配信、うん、で反省会に関しては、メンバーシップ配信になります、はい、でメンバーシップ配信とかの金額的にも今のニコ生のこの状況と変わらず維持してやりますと。だからまあ本当に、うん、金額的には変わらずごっそり移動しますって感じで、とはいえやっぱ今までずっと見ていただいているニコ生での視聴者の方々も大事なので、うん、チャンネルは残るし、うん、でこのチャンネルに有料登録してくれてる皆さんに対しては反省会見られるように YouTube でやった反省会のアーカイブが YouTube に上がります。その後 YouTube にもニコニコにも、あ、ニコニコに上がります。あ、ニコニコか、ニコニコにアーカイブで上がります。 YouTube のやつが見られるような形で、アーカイブを公開いたします。そう、これまでの反省会は、うん、有料会員登録している方がリアルタイムで見て終わりだったんでしょ、うん、でそれが YouTube でやったやつがアップされてタイムシフト状態で一定期間見られるようになります。うん、うん、後からねって感じですね、はい、ざっくりとは、うん、はい、なんで、どうしてもニコニコの方が見やすいんだよねっていう方、やっぱプラットフォームどっちが好きかとかいうのもあるから、うん、そういう方は、こっちで見たかったら、ニコ生で見たかったら、まあ、まんま登録していただければ、アーカイブ上がって反省会見られますと。はい。うん。どちらも登録してもらえりゃ、それはそれでね、嬉しいけど、うん、別にどっちもってわけではなく、どっちか。好きなプラットフォームを選んでくださいっていう選択肢になります。はい。うん。ですね。なんでまあ、うん。そうですね。まあ、生とアーカイブの関係が入れ替わるってことと、まあ、YouTube 側の方では本放送のアーカイブは上がっても、今まで反省会は上がってなかったんで。上がってないんですよ。うん。そう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 。うん。ってことですね。だからまああくまでトイラジ側でね、うん、どっちをまあ主戦場として戦っていくかみたいなところのちょっと軸足が変わったので、まあなんだニコニコじゃなくなるんだ残念だなと思う方にはちょっと申し訳ないところはあるんですけど、まあこれからねさらにその動画上げたりとかいろいろやっていく上で、まあ来年からちょうどキリがいいからね、そうですね、やっていこうっていう話です。多分ね、ここ
2年ぐらいずっと悩んで考えて、うん、話を進めていたんですけど、うん、やっぱスタートはニコニコだったそうだね、ということが一番大きくて、うん、でそのニコニコのプラットフォームから YouTube に、うん、まあウェイトを変えていくっていうことに関して、私たちもそれが本当にいいことなのかどうかとか、うん、もちろんチャンネル登録をしてくださってる皆さんがねあってのニコニコの放送できるトイラジであったので、うん、そうね、本当初期の初期の頃にめちゃくちゃ支えていただいたので、そうそうそう、いや本当にね、もうね、YouTube ライブとかがそのコロナ禍入って、まあ、うん、一人トイラジ始めたりとかね、いろいろやって、うん、で、まあ、そっちの方でもありがたいことに収益が上がるようになってきて、うん、で、動画コンテンツ上げてっていうのでやってきたけど、やっぱそこに至るまでに、ずっとね、もう、トイラジが何でもない頃から支えてもらってたのはここだから。そうなんです。トイラジがね、本当にもう昔、始まったばっかりの頃に、それでも価値を見出していただいて、うん、そのチャンネル登録して支えてくださってたって、とっても心の支えになりましたし、うん、皆さんのチャンネル登録していただいたおかげで我々そのトイラジとしていろいろ活動を広げてこれたっていうところもあったので、うん、そうですね、うん、ただやっぱりここ数年、うん、そのトイラジの中での活動の、うん、そのなんだろう軸足の YouTube ライブを制作配信やったりとか、そうね、うん、つけ祭りとかを YouTube ライブの、そうね、お披露目だったりとかっていうのも ね、うんうん、変えていく中で、あのこのままその YouTube を活用できない状態、うん、どっちもあのニコニコも大事だし、うん、YouTube も広げていきたいけど、うん、どっちも同じようにはできないじゃないですか。そうですね。で、うん、しかもやっぱりそのなんかもう YouTube に切り替えるから、うん、ニコニコはいいやって話でもないし、でもないので、うん、そこはとってもね、そうそうそう、長い間話し合いをしました。何回も話し合いしました。YouTube 側にその軸足を置いても、うん、ニコニコ側の方がそのないがしろにならないというか、うん、でそれこそもう、それこそ話の中で、うん、その中途半端になるんだったら、じゃあニコニコ そのチャンネル時代をなくして、うん、ゼロにして、うん、完全に YouTube に移動してもらうっていう状況にした方が潔いんじゃないかとか、うん、いろんな案が出たんだよね。いろんな意見はありましたね、うん、そう、うん、ただやっぱりそのニコニコだから見やすいっていうか、プラットフォームってその、うん、僕らはこっちでやるんでみんなこっちに移行してくださいっていうのなかなか難しくて、うんうん、っていう方はもうニコニコ続けてくれたら見たかったのになって人もいるんだとしたら、うん、その残っていただける続けていただける環境で、うん、うまくバランス取るんだったらどうかなみたいな話をいろいろした結果、まあ今回こういう風にしていこうと、はい、まあ決めた形です。はい、うん、でニコニコの方にはそのアーカイブにはなってしまうんですけど、反省会が、うん、あの会員料登録してくださってる方が見れる形で、うん、あの公開をし続けます。うん、だし、まあ、あれだよね。前にちょこちょこあったけど、うん、プレゼント企画とかがあったじゃないですか。はい。はい、ああいう時も、うん、ニコニコの有料会員者の人の枠とかをまた作ったりとかね。うん、そういうところは、まあ、やっぱそうやって残って続けてもらう人たちに対するバリューは、ちゃんと ね、考えていきたいと思ってるんで、うん、まあ、そこら辺は、ご安心いただければと思います。はい。うん。で、これはね、そこね、悩んだよね、うん、悩んだ ね、 ね、悩んだし、うん、ずっと結論が出せないまま、うん、多分その2年以上かな、うん、2年ぐらいかずっと相談してて、うん、で今年のその話し合いで、うん、やるんだったら年明けから来年からキリがいいからやろうかっていうところまで、うん、やっぱり相談して今日発表みたいな。そうですね、まあ今日発表しないとね、来年一発目に急に発表って言っても多分混乱しちゃうし、うん、うん、なのでまあもう一回まとめると、月1の本放送が、ニコニコ生放送から YouTube ライブに移動しますと。はい。で、メンバーシップも YouTube を始めるってこと？だって YouTube で反省会やろうと思ったら、うん、メンバーシップ登録にしてもらわないと、うん、ニコニコでアーカイブで見る人だけ有料会員になって、うん、
YouTube は普通に見られるんだったら登録しなくていいじゃない。ねえねえ、あのメンバーシップ超徳さんやられてるじゃないですか。やってる、うん、そのメンバーシップ限定の配信っていうのはまた枠が違う、うん、枠が違うの。そう、メンバーシップの会員向けというか、うん、あのね、なんか登録してる人にこうなんかいくつかのこうなんか階層分けというか、ほうほうほう、なんか種類分けみたいな、プラン分けがあるんだ。そう、なんか全メンバー向け配信とか、うん、あとまあ限定配信みたいな、 URL 知ってる人しか見られないとか、なんかいろいろあるんですよ。でそれで、うん、トイラジだったら、うん、なんか反省会見れるプランみたいなの作ったとしたら、うん、そこに入ってる人だけが見れるっていうのができるんですよ、設定で。だから、今やってるみたいにずっと枠続いて見れてじゃなくて、ちょっと枠切り替えにはなっちゃうんだけど、うん、メンバーシップ枠、一回そこの本放送は一回終わって URL は変わってそこにまた移動していただいて、その、反省会を見れるっていう形、うん、ってことですね、うん、で反省会はアーカイブは YouTube ライブには残るの、うん、YouTube ライブの反省会も要はニコニコの方のアーカイブと同じように、うん、1週間だったら1週間ってやって、で非公開に切り替えればフェアでしょ。うん、うんね、確かに確かに。そこは統一できる、ちゃんとしよう。うん、うん、そうすれば OK だと思うんで。はい。YouTube で反省会アーカイブも見られるし、うん、YouTube で全て、いやそう、YouTube だけでも完結できるし、うん、まあニコニコでも引き続き見られますよって感じですね。うん。うんうん、うん、って形です。なんで、はい、大事な話がここよ。え、 YouTube ライブで、うん、本放送やるようになってメンバーシップもやるでしょ。はい。スパチャどうしますか。あー、スパチャね、うん、僕は解禁したらいいと思ってますけど、最初の頃ってまだライブ始めた時って、うん、そのまだちょっと抵抗がすごくあった時期なんですけど。わかる、私もね、うん、それがもうその今結構解禁されてるチャンネルさんも多いし、うん、結構当たり前の文化になりつつあるなっていうのを思ってしまったので、うん、その勇気を出して解禁の方向で良いのでは、うん、と、うんうんうん、じゃあ解禁しましょう。まだ全然そのスパチャのお作法とかわからんから、うん、学んでいくよ。超徳さんはスパ王とか書くんじゃないよ。いやでも本当ありがたいのよ、うん、皆さんなんかこう無理せず、うん、応援の気持ちとかで投げてくれる。だからもう昔はやっぱりさ、こうしてもらったことに対して返せてるかっていう不安感がめちゃくちゃあったけど、うん、うん、そう、なんかそれをありがたく受け止めて、じゃあそれでさらに僕らが何が面白いことできるかって、その、うん、好循環で回していけるようにした方がいいなと思うんで、うん、あ、スパチャの使い道はって書いてあるんですけど、うん、これって使い道って言ってる人が多いんですか、それとも言わない人。僕何も言ってないけど大丈夫なのかな。普通に生活の足しになっちゃってるけど大丈夫なのかな。みんなそこ気になるのかな、扱い、あ、何、使い道、その何、大越さんにって書いて送ってて、うん、超徳がもらってたら嫌だなとかってことかな。あ、そうか、うん、なんかそこのスパチャについての、うん、そのどう扱ったらいいのかみたいな勉強会的な配信を正解、ね、でしたいね。いや、なんかリスナーさんの中にはね、これは大越さんになんで、もう他のスタッフと超徳さんはビタ一文手をつけないでくださいみたいな気持ちで投げられてたら、うん、まあちょっとそれはね、ああそうか、おーおーってなるもんね、うん、ねえ、いろ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 これからちょっと学びながら、うん、皆さんの期待に応えられるように我々も頑張って、ね、うん、変化に追いつきたいと思います、うん、まだ本当にこうね、そのそうそう、うん、やっぱあのをいただいたことがないので、うん、私、うん、トイラジ的にはさ、めちゃくちゃうちな話だけどさ、その結構今年がっつり相談したのよね、トイラジチームで、うんうん、
うん、あのなんかやめるやめないとかじゃなくてさ、うん、そのここまで来たけど今後続けていく上で多分スタッフも僕ら2人も良くしたいなとかちゃんと目指したいな上をっていう気持ちはあるじゃない、うん、数字的に。だけど、うん、それを達成するためにはその3人それぞれが同じ熱量というかさ、うん、ちゃんと見ていかないとさ上を、うん、ちょっと厳しいなっていうのはあったんだよね。多分それぞれに自分はこう思ってるけど残りのスタッフとお越しさんはどうだろうとかさ、うん、があって、でそれをなんかちゃんと話し合おうっていうんで結構しっかり話し合いの場を持って、何度も話したね結構ね、うんうん、ちょっとなんか空気悪いぐらいしっかり話したもんね、うん、本当に言いにくいこともしっかり言って、うんうん、でその上で、まあ、今回のその YouTube に軸足を置くっていうのもそうだし、うん、まあ、スパチャの件も大体そうだし、うん、まあ、それ以外もね、その動画の方向性とかもっと活発にやっていかないとっていうのもあって、うん、でその話し合いもあったから多分、うん、あれよね、ここ1ヶ月半急に頑張り出してるところもあると思うんだけど、うん、うん、そうですね、うん、あの単純にその、まあ、今スパチャの使い道気にされてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、あのトイラジに使うっていうことは多分確定でいいんですよね。うん、うん、そうね。で今その、まあ、収益化ができているとはいえ、うん、やっぱり我々がメインで活動していく日数とか、うん、そういうことの経費で考えると、うん、やっぱり足りない部分ってありますよね。まあこれを仕事にはできないからね、うんうん、今のカロリーではね。なので、うん、そこを補填するというか、よりこのトイラジとしての動きがやりやすくなるって考えたら、うん、まあ、そこに使うっていうことかな。うん、まあでもさ、今コメントでさ、その、トイラジとして使うのか、うん、その3等分というか、うん、まあね、スタッフが27人いるから、まあ、うん、29等分になっちゃうと思うんだけど、うん、まあ、うん、みたいな感じで分けるのかみたいなとこ気になってると思うんだけど、うん、多分そこも含めてちゃんとうちらで決めればいいと思うのよ。うん、うん、トイラジとしての収益として、今までもその動画での収益は、うん、トイラジの中で相談して決めてたじゃないですか、うんうん、まあ例えば僕が作った動画で再生いってるから、まあ、今月はこの動画での収益がこれだけあるから、うん、じゃあ聴徳さんにこれぐらいのパーセントとかっていう感じでちゃんと相談してやってるじゃない、うん、今までに、うん、だからまあそれでいいんだったらそれでやればいいし、うん、それとは別にトイラジとして活動するために、うん、そのトイラジ予算としてプールしなきゃいけないっていう何かがあるんだったら、うん、まあ、それはそういう風になるタイミングもあるだろうし、そうですね、バンジージャンプもやらなきゃいけないから、そこもね、うん、バンジー貯金はしなきゃいけない、ね、そう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 、あ、そういう風にしていくかとかは多分これからその、うん、まだそのね、取らぬ狸の状態というかさ、うん、まだそういう風になってない状況だから、うん、まあなった時にちゃんと考えなきゃいけないかなとは思うけど、そうね、うん、うん、うん、そうね、だからそこら辺は、うん、まあ考えた上でどうするかだよね。うん、まあでも今以上に動きやすくなることは多分確かだと思うので、そうなんだよね、だからトイラジとしてプールするのでももちろん動きやすくはなるし、うん、その3人それぞれに当分で収益として入ると、うん、そのやっぱその動いてる時間分無駄じゃないというか、意味があってやれてるってところがより時間が割けるっていう、うん、まあ裏打ちになるというか、そうですね、ね、なるから、単純にだからその高速のウェイトが変わってくると思うんですよ、うん、今後ロケをしたりとか、ね、うんうんうん、トイラジでいろいろ企画をする上で、うん、その今とはまた違うスタンスでトイラジに関われると思って、うん、そこら辺は多分そのプラスになればなるほどよりそっちにウェイトをかけられるし、うんうん、まあ動画撮ったり制作したりとかするのもね、全部その何かしらかの時間を使ってやる行為だから、そうですね、うん、だからそこにより打ち込める環境に持っていくためにも、うん、まあ今回そういう風に、まあ、うん、やっぱね、あのプラットフォームを考えていかなきゃいけないねとか、うん、うん、形を考えましょうでの、まあ今回の結論なので、うん、まあそうね、そうそう、投げる投げないも視聴者の気持ちだから、そうなのよ、うん、
あのなんか投げたら盛り上がるかなとか応援したいなで、うん、あの無理なく応援していただければ本当ありがたいっていう、ね、そうですね、あの今回これ決定したからってその投げなきゃいけないとか、うん、あの投げてないからごめんなさいとか絶対ないんで、ないです、それはないです、うん、ないんで、そうそう、そういうことじゃないんで、うん、うん、まあそんな形でね、うん、来年からやっていこうというご報告ですね。はい、うんうん、いつからだから、あれができるの、そのメンバーシップはいつから登録ができたりするの、なんかそこも考えなきゃいけないね。メンバーシップって設定したらすぐできるでしょ。あの収益化とかは申請しなきゃいけなかったけど、それが通ってればあの、あ、そういうもんなんだ、機能の開放だから、うん、うーん、まあでもその日取りとかはあれですね、まあもう一回ちょっと話し合ってね、うん、なんか今ダラダラオープンにすることもないもんね、なでもないから、うんうんうん、そう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 、ね、もしかしたらその1月に入ってからかもしれないですし、うん、まあ、本放送の前のタイミングとか、うん、何かしら配信がある前のタイミングに準備するかもしれないし、ちょっと今、ね、確実な日程は期待できないんですけど、うん、まあ、そこも作ったりとか決まったらちゃんと X とかで報告すれば、うんうん、報告ですかね、うん、ですね、うん、って感じですけど、はい、うん、皆さんいかがでしょうかね、ね、うん、これも結構ね、そのいつのタイミングで言うみたいな話し合いはね、かなりしましたね、うん、そうね、うん、なんかこういうところもしっかりとその仕切り直してトイラジを、うんうん、改めてちゃんとやっていかないと、うん、やっぱね、そこそこ、 こう人数は登録していただいてるけども、うん、中身がちょっとスカスカになっていくのは良くないし、うんうん、今年特にそのなんだろう、こう、まあ、今年1年振り返りになっちゃいますけど、うん、あ、この流れで振り返っていこうか、ね、振り返っていこうか、ね、ね、うん、トイラジにその避けない状況っていうのはやっぱり個人的にはすごくこうジレンマを感じていて、うんうんうん、すごく焦りもあったんですよね、うんうん、なのでそういう状況ちょっとでも変えたいなっていうところもあって、うん、今回、まあ、こういう話になったりとかもしましたし、うん、ね、そうなんです、ね、いろいろとトイラジ、あの表立っては変わらないですけど、うん、いろいろと相談して来年に向けて体制がね、あのうちうちでは変わったりとか、そうね、あの相談してるんですよ、うん、そうね、なんか、うん、そういうとこしっかりやんないと、だから本当ね、複数人数でやるのの難しさを感じるぐらい、うん、ちょっと数字が増えてきたというか、うん、なってきたなって感じもするし、うんうん、まあ、チームでできてるっていうメリットもあれば、まあ、チームでやるから慎重にならなきゃいけないっていうところも、うん、なんだろう、ね、気が引き締まるっていう感じ、うん、自分の個人だったらなんかもっとね楽っていうか、うん、自由にできたりとか、そうなんだよ、個人的にすげえ楽だもん、あ、そう、すごい気楽、その辺がチクチクさん、うん、結構個人でチャンネル、うん、今年いろいろとされてたじゃないですか、うんうんうん、メンバーシップで限定配信とかもされてたし、うん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 、そういう超徳さんが先にやっててくださってることで参考になったこともたくさんありますし、そうだね、あの、うん、やってみてこうだったよってフィードバックはね必ずトイラジ側にはあったんで、うん、そうだからなんだろうね、トイラジをやりたくないわけじゃないんだけど、うん、やっぱこっちの方がこういう条件だから楽とか、うん、やりやすいとか、うんうん、いろんなことはあったよねやっぱね、うん、うん、その来年やっぱりトイラジにきちんと、あの、まあ、限られた時間の中ではありますが、うん、やっぱ今年とっても反省したことが多いんで、うんうん、そう、なんかね全体的にボルテージが下がってたなとは思うのよ、なんか、うん、あのお互いがお互いにあんま言えないというか、うん、まあ、忙しいの分かってるから言えないっていう、なんか今言ってもなとか、うん、
うん、だって今言っても忙しかったらできなくて負担にしかなんないなとか思うととかもあったから、うん、結構ね、うんうん、そうなんですよね。なのでやっぱリセットっていうか、自分の中でやっぱできないことに対して、うん、そのじゃあゼロに戻すかっていう選択肢もなくはなかったですけど、うん、でもそのやっぱり簡単に手放せない責任があるので、うん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 、そこはその考えてどうやったらその続けられるかとか、うん、より前向きに取り組めるかみたいなことはずっと考えた1年でしたね。そうだね、なんとなく続けるんじゃなくてやっぱちゃんとね気持ちを持ってやっていかないと、うん、ほんとこうなんかダラダラしちゃうというかね。ダラダラもできるんですよね、やろうと思えば、うん、そうそう、うん、でも多分ダラダラしたのを見せてもね人は増えないし、うんうん、やっぱ盛り上がんないなっていうところ、うん、自分も面白くないって、うん、そうなんだよね、うん、やっぱやるからにはきちんと責任を持ってやりたいですし、うん、そのもちろん見てくださってる皆さんにとってもで、そのトイラジではやっぱホビーのことを扱わせていただいてるので、うん、そのメーカーさんにとっても喜んでいただけるようなコンテンツを出さないと、うん、なあなあのままではね、そうだね、ダメだなって思うから、うんね、来年に向けてちょっといろいろと、ね、うん、準備を進めていたりとか、ね、うん、より皆さんに楽しんでいただける環境を作りたいなと思って、ね、うん、水面下でいろいろ進めてきておりますので、うん、ね、超徳さんは来年やりたいこととかある？トイラジ的にってこと、うん、あ、でもやっぱね、なんだかんだ言ってそのトイラジとしての完成品がないっていうのはすごい自分の中では引っかかることで、うんうん、別にそういう決まりを作ったわけじゃないけど、うん、どっちかというと大越さんは外でレポートしてくるなんか機動力系が多くて、うん、で自分はやっぱり作品として完成品とかなんかそのボリュームのあるものを作ってちゃんとそのトイラジをバズらせていかなきゃいけないなっていうプレッシャーを常に感じてて、うん、でそれがまあ、レーガンとかパトレイバーとかはその作例と絡めていい形でやらせてもらってるけども、うん、やっぱ言ってもどこかでそのトイラジで作りましたのもの、うん、トイラジで完成させましたってものも間には挟まないと、うん、やっぱ視聴者の方もその動画が上がる分には楽しんでくれるかもしれないけど、ああ雑誌のあれねっていう、うん、雑誌と一緒に楽しんでもらえるっていうプラスに感じるか、また雑誌のやつかってなるかっていうと多分どっちもあると思うのよ、うん、たまには完全新規が見たいなとか、うん、完全新作で超徳さんが作例とか仕事じゃなくて自由に作って楽しんだものを見たいなとかって思ってもらえてるんだったら、うん、やっぱそこが出せるのはトイラジだなと思うの、うんうん、でそれは結構自分の中で線引きはあって、その、うん、模型の実質作業とかそういうところをあんまり個人でやんないようにっていうのは自分の中で線引きしてるし、あ、個人チャンネルで模型の、うん、そう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 、うん、まあ、簡単な作業とかパチ組みとかは、うん、解禁できるんだったらうまく墨分けできるんだったらやりたいなとは思うけども、うん、結局その最終完成してとか作品としてドカンと見せるとかいうのは、うん、トイラジっていうそのプラットフォームというかその場所を自分で作ったわけで、うん、ね、そのここ数年でいろんな完成品上げてきたわけじゃない今までも、うんうん、だからそれが滞っちゃってる。ツール紹介も楽しいし参考になってもらって、うん、自分がいいと思った工具皆さんがあれ見て買いましたって言ってもらえるのはすごく嬉しいんだけど、うん、それはそれだけど、やっぱプラモデルでご飯食べてる身としては、うん、作ったもの見せてなんぼだろうなと思うのよ、うん、よく言うじゃないですかね、作品が名刺みたいな話あるじゃないですか、うん、で言うとそのトイラジとしての名刺は作んないと、やっぱあれのものです、あれで作ったあれですばっかりはなんかちょっと弱いなって、うん、うん、その20個も30個も急には作れないけども、せめて1個でもいいからそこら辺また復帰できるような時間を自分の中でその作れるモチベーション
を構築するっていうのがやっぱ課題だったなと思って、うんうん、だからそこは、まあ、こうやって今回いろいろ発表してねリニューアル図ってますけど、うん、じゃあそうなってさらに勢いつけるためにどうするかってところでやっぱり自分ができることはそこかなと思って、うんうん、だね、うん、だそこはやりたいかな、うん、私も今年はもう本当単純に、うん、あの家にいられる時間が少なくて多分ね、結構ねどあっちゃこっちゃ行ってましたよね。常にどこか行ってるイメージだったもんね。多分3分の1ぐらい1年の3分の1ぐらいは、うん、多分どっかにいた家にいられなかったです。それもすごいよね、うんうん、だいたい毎月10日間ぐらいはどっかにいたんですよ。イベントだったり大学の授業だったりで、うん、あのいたので、うんうん、なので全然落ち着いてその模型を触れる時間っていうのがほぼほぼなかったんですよね。うん、なのでちょっと来年はしっかりと作りたい作れる年にしたいなって思いました。うん、で今ぶっちゃけその作例の仕事ってっていうよりは、はいはい、やっぱ企画を作ったりとかプロデュースの仕事の方が、ね、圧倒的に今多くなってきていて、うん、あのお仕事のステージがちょっと違う方モデラーからまた違うところにやっぱり変わりつつあるなっていうのは自分の中でもやっぱ変化を感じてはいるんですけど、うんうん、でもやっぱり作りたい作りたいです。うん、そうね、いや、うん、作りたいの気持ちはあるんだけど、その僕の場合も結局その家にはいたんですよ。あ、はい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 、家にはいた、家にはいた、うん、まあイベントも帰ってきてたから、例えばホビーショー年2回、うん、でそれの準備のためにその、うん、その前の半月1ヶ月は結構なんだかんだってのもあったりとか、うん、まあ新製品出すからで生産とかもろもろの仕事だったりとかは帰ってきてて、いろいろあったはあったんだけども、うん、やっぱね家にいる時間が圧倒的にね、その作例の方に頭を割いたり手を動かすっていうその、うん、なんか集中度合いが違ってて、うん、結構ねもっと余裕があった頃だったら作例やりながらこっちの処理もやっちゃおうかなとか、うん、作例の合間にこれも塗っちゃおうかなっていうのとかができてたんだけど、あ、そうですよね、作例と一緒に黒サフ吹いたりとかしてましたよね、うん、そうしてたんだけど、うん、まあディオラマ多くなったりもそうだけど、うん、なんかね今までが別に手抜いてたわけじゃないんだけど、うん、1打席1打席のウェイトが重いというか、うん、うん、ここで打席に立たせてもらってるんだから最低でもこれぐらいは飛ばさなきゃなっていう、うんうん、のが自分の中での意識がここ1年2年だいぶ変わってきてて、うん、だからやればやるほど足りないもんが見えてきてるっていう、うん、そのだからもう自分もやっぱりさプラモ大好き人間だから、うん、それが見えてくるとやっぱそこに向かってこうなっていっちゃうんだよね、うん、思考が。でそれ以外での時間でどっかで他もやれるんだけど、うん、これやってプラモ作って残ったちょっとした時間で1時間半雑談やって、うん、でまたこっちに戻ってみたいな感じだから、うん、結構今年のイメージで言うとなんか全部の時間何かに使ってるイメージ、うん、配信してない時間は何か違う仕事をしてて、うんうん、でその仕事の区切りがいいから突発でやれる変な時間に個人チャンネルで雑談やったり、うん、息抜きのゲーム 1時間半2時間を配信でやったりとかみたいな感じで、うん、そういう感じの時間の使い方にだいぶなってたから、うん、なんかねその多分今後そこの中でもっと仕事の時間うまく調整したり、うん、なんかできる他の時間の少しのところに制作、うん、作例以外でのそのトイラジでの制作とかいろんなことが入る、うん、頭の余白というか、うん、余裕ができてきたら動けるんだろうけど、うん、なんかそういう意味でこう結構ガチガチだったのかなと思う今年は、うん、で多分そこにモチベもあったと思うんで、もちろんその、うん、俺が一人頑張ってバズらせたところで別にゴシが制作物やらないんだったらなんか俺だけ気入ってもしょうがないなとかなってきちゃうじゃん、どんどん多分、うん、
でそれって別に話し合ったら解決する問題だし、うん、いいんだけど、多分お互いお互いでどうなのかなって思いながら、うん、なんとなく全員の士気が下がった一年だったと思うのよ、そこは。そうね、うん、うん、私だって熟成させてる動画結構本数ありますよ去年だから作ってたやつとか、うん、いつか動画にしようと思って撮影だけしてて、うん、全然どこにも出せてない動画とか、わかる、すげえわかる、してるのめっちゃあるので。そう、多分もう出せないから言うけど、 RG のガオガイが発売日に買っててストレート組みするところまでびっしり動画撮ったりしてたもんそうか、うん、出来上がりまで作ってたもん。あ、我々ね、多分ね、ものすごい熟成している最中の、うん、だから動画素材が結構あるので。そうね、ストレート組まで終わるを撮ってる動画うちもまあ5本ぐらいあるもん。だからさ、なんか そういうのとかをさ、うん、なんかどうにかしたい、成仏させたいよね、うん、もうとにかく。そうね、だから今まで制作ものって組み始めから塗装完成まで1本でまとめてたけど、それこそ組み始めからパチ組み完成までだけで1回上げたりとか、うんうん、みたいな感じで、その出し方のウェイトを変えれば、なんか完成するまでどうせ出せないしっていうさ、要は 100% いくまではゼロって状態を脱することができたり、なんかうまくね、いろいろ出し方とか考えられれば、そうね、もうちょっとやりようはあるかなとか。そう、うん、だからそこのね、相談をするとか、その、うん、なんだろう、スタッフさんたちとその顔合わせて相談するみたいな時間すらも取れなかったので、この1年ぐらい。そうね、うんうん、なのでその来年からちょっと体制が変わったりとかして、よりちょっと相談ができる環境だったりとか、うん、あの皆さんにとにかくこうコンテンツとしてお届けできるような形を整えていきたいなっていうのがここ、うん、だからもう後半、今年後半の反省を経て、ね、うん、思いますよね。そうね、そこら辺もまあ見えてきたし、まあ、相談もね、うん、できた上での今日だから。そうですね、今日皆さんにお伝えできてね、うん、そうね、参加型イベントもね、そう、うん、やりたいですよね。参加型イベントってどんな感じ？オンラインなんかコンペというか、なんか制作会みたいなこと、それともなんか場所でちゃんとやる？リアルじゃないんですか？リアルなのかな、うん、ね、リアルイベント、トイラジのリアルイベントしたいですよね。ねえ、トイラジのリアルイベントってないもんね。うん、ない。ねえ、ない。何かしらかに、トイラジのリアルイベントがないし、うん、かつもうここ何年も同じイベント会場に2人はいるけど、うん、全然会わないみたいな、うん、うん、まあすれ違ったりとかね、普通に挨拶ぐらいだもんね。うん、うん、あ、ちゃんとなんかトイラジでイベントやりたいですよね、うん、そうね。だってだから再来年ぐらい100回行っちゃうんでしょ。100回行っちゃうんだよね、うんうん、会いたいよ、トイラジのファンっていう人たちに会いたいよ。だって私全然トイラジの見てくださってるファンの方たちの存在が遠いもん。本当にいいのかなって、今日イベント会場とかって話しかけられても、あ、ちょっと今忙しいんでみたいな感じでいつもこう袖にしてるからでしょ。違うよ、超徳さんはさ寿司パとかあるじゃん。寿司パに来てくださる方ってさ、頑張ってイベント作ってますから私も ね、うん、やっぱそのトイラジ見てますみたいな感じで実際その、うん、会えるわけじゃないですか、うんうんうん、でも大越さんイベントの時に話しかけていただいても、なんかもう一部の人しか顔と名前が一致しないんですよ。あ、顔と名前っていうか、まあね、名前をパッと聞いて、うん、あーってなる方たちって本当にもうイベントでこうバタバタしてる時だから、なんか一言二言話して、うんなんですよ。だからもうめっちゃトイラジのイベントやりたい。うん、なんだろうね、なんか目標立てますか？5万人とかにしますか？え、そこの人数、登録者5万人とか人数やるとさ、もう多分20年ぐらいかかるで、うん、あのさ、こっから頑張ろうって言ってんのにさ、登録人数5万まで20人ってモチベ低すぎるでしょだからさ、もうなんか私がバズらせるぐらいの気持ちでいてくんないと。
やなんかそんなに甘くないと思うよ。いや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 頑張ったってね、そんなに甘いもんじゃないと思う。なので、リアルイベントはやりたい。まあね、何かしらなんか機会を設けて、まあ、どういう形でやるかっていうのはあるけども、うん、ね、うん、まあね、なんかご時世的にもそうだしさ、まあ区切り的にもそうだし、うん、そのちょっとそういう前向きな話ができる時期がやっと来たのかなっていうのは感じますよね。うん、そうですね、やりたくてもできないとかね、うん、いつになったらできるかわかんないけどみたいなこと言ってたのが、やっぱね、今年だってうちも寿司パ2回やらせてもらって、うん、ね、リアルイベントも戻ってきてるし、うん、やっぱあちこち行っていろんな人に会えるのいいなっていうのがやっと帰ってきた感じがするんで、うん、うん、いいね、リアルイベントもちょっと一個目標になりましたね、これで。そうですね、うん、まあ、あの2023年振り返りと、まあ、来年に向けての抱負っていう意味合いで、うん、まあ、今回の発表と、うん、まあ、やりたいことをいろいろ言えるようになったってよかったですよね。そうね、結構だってさ、うん、ここ数ヶ月本当にもう心苦しくて、やりたいことの前にお前ら動画出せよって思われてるんだろうなって思いながら生きてきたからさ、うん、ね、まあ、そりゃそうだね。なんか京徳さんそんなに言うんだったら個人配信減らして撮りゃいいじゃないですかって思われたかもしれないもんね。わかんないね、そこはね、わかんない、わかんない。でもそれを言わないで見ててくれるのもありがたいんだよね、きっと。多分みんな言いたいこと我慢して付き合ってくれてるとこいっぱいあると思うのよ、本当に。うん、あらね、そこにあのしっかりと答えるために、まあそうね、ね、うん、あのちょっと体制を変えたりとか、まあそうですね、まあ年内というか結構な日数かけていろいろ相談して、まあ、うん、なんとかまたちょっとねさらに良くなるようにということで、うん、トイラジリニューアルというか再始動というかね、うん、発表を年末にさせていただきましたけども、はい、うん、まあなんかご賛同いただければ嬉しいし、うん、なんか期待外れな流れだったら申し訳ないなと思うけども、うん、まあそれも込みでね、リスクも込みで舵を取って頑張っていくしかないと思うんで、うん、また多分ねこれはちゃんと、うん、あの行動で示すしかないからね。そうだね、これ言ってさ、うん、来年のさ年の前半、うん、全然動画上がらなくてみ、アーカイブしか上がんなかったらどうしよう。本当に良くないよ。本当に良くないね。本当に良くないからね、それは。この本放送アーカイブ残るからね。残るんだよね。残るからね。だから、うん、お前らこの年末なんて言ってたよって言われたりとかして、うん、責められたらもう言い訳ができないからね。だから来年の YouTube ライブでの毎月の配信の時に、うん、本放送の時にそれをコメントで言われて、うんうん、言われた瞬間に今日のアーカイブが消えるかもしれないこの動画は非公開です、あいつら逃げたぞっつってねなっちゃうかもしれない、ね、わお、ひどい、ここだけ結番になる84回だけ結番になる、魔の84回、ね、そうならないように頑張ろうね、本当ね、うん、ね、本当頑張ろう、うん、なかったことに、なかったことに、だからでしょ、トイラジで84って数字書いた瞬間にバンされるNG ワードになるんだ、まあね、うん、いや頑張ろうね、まだだから来年の抱負とかじゃないけどさ、うん、言っちゃったからさ、本当頑張んなきゃだよ。来年は少しは殻破りましょうか。本当にだよ、もう今年一切破ってないからね。まだ卵のまんま、綺麗なひび一本入ってない卵のまんまで年末を迎えてしまったからね。あのこんなに亀裂が入らんかねっていうね。ね、本当に、いや、おかしいなと思って、多分ね。予想ではね、8月ぐらいにはもうパカって割って殻をこう頭に被った状態で いる予定だったんですよ、うん、パリメロ状態にはね、そうなると思ったもんね、う、うん、なれると思ってたの、うん、私白鳥になれると思ってたのね、白鳥どころか何の鳥が入ってるかすら分かんないんだけど、分かんない、卵がもうポロンとね、12月ですね、びっくりしちゃった、私なんか言ってたっけ、去年何やるっつったっけ、なんだっけ、ホームラン打つとか言ってなかったっけ、打ったかな今年、なんか作例で大きいのやるとか、なんか
だから、なんか、あれじゃない、あのジオラマ作りたいって言ってなかったっけ。まあね、ジオラマはね、やりたかったから、もうやれたけど、うん、柵越えたのかね。こればっかりは自分判断じゃないからさ、うん、なかなか難しいよね。ね。うん。あ、来年の抱負、打席に立つ。ね。2023年も、ね、いろいろあの反省することもあり、ね、うん、でも反省だけではなく来年に向けていろいろ、ね、そうね、これがそう来年達成できて、うん、なんかいい1年にできたねって言えたらね、うん、ベストですよ ね、 ね、あ、ちょっと表紙になりたいも言ってたか、うん、まあまあそれで言ったらだけど、なんかもっとさらに目指さなきゃいけないところはいっぱいあるなっていうのが見えたから、うん、またちょっと違った形でね、結果が出せるように頑張んなきゃいけないかなと思ってますし、はい、まああれかな、寿司パン2回は絶対やる。お、うん、いいですね。やっぱ維持していこうっていうね、うん、感じで頑張ります。はい。そんな感じかな。OK かな、うん、はい。で、例年だったら、まあ、2023年振り返り結構ね、うん、尺取って振り返ったりすることも多かったと思うんですけど、うんうん、今年はあんまり振り返れず、時間的に。そうね、なんかトイラジ全般的なその振り返りであり、うん、これからに向けてのこうなんか方向性だったりみたいな、うん、なんかちゃんとトイラジっぽい話になった感じかな、ね、どっちかというとね。そうですね、まあまたね、来年早々にスケールモデル祭りのお披露目配信も、うん、そうですね、うん、ありますし、ありますし、ね、いろいろと、うん、あの本放送だったりとかね、あのいろんな企画で皆さんに楽しんでいただけるように頑張ります。うねうんうん、今日は反省会は何時から？はい、50分から。21時50分から反省会。うん。うん、まあ10分空けてって感じで。はい。ですね、うん。うん。じゃあ本放送的にはこんなもんかな？はい。うん。2023年もトイラジにお付き合いいただき本当にありがとうございます、うん、いや本当に今年はお付き合いいただきありがとうございました感が本当に、ねね、よくぞ残っていただけたっていうところですけどね、うん、はい、皆様本当に良いお年をお迎えください、うん、はい、ね、頑張りましょう。では、うん、ね、来年笑顔でお会いできるように我々も、ね、うん、頑張って年越しますので、うん、ね、はい、ということで、ま、うん、84回目の放送、ね、うん、ご視聴ありがとうございました。お相手は大越智恵と京徳義孝でした。良いお年を。良いお年を。